やっぱり目指すところは、まあ、しっかりと優勝というところを目指していきたいので、一団結して、まあ、3冠取るようなチームを作りたいなと思います。今チャンピオンシップへ誰も止められないスピードで駆け上がれ駆け上がれ駆け上がるライナー、この世に生まれきったこの世界で走り続ける運命さ、引き寄せられるように、まずは足並みを揃えるっていうのがこの合宿の目的でもありますし、まあ、まずはこう目指すところをはっきりさせるっていう意味での合宿なので、そこは僕も参加する意味があると思います。またスタミナがこう今の練習の手応え的にも足りないなっていうのはすごく感じているので、本格的に指導するっていうんだったら、まあ、これから距離を踏まないとなっていう。西澤さんの存在感というのはチームの中でも大きくて、自分たちがきついこう状況だったりとか、ここ一番頑張らないのかなっていうところで、引っ張ってくれる存在というのがあるので、そういう心強いですし、まあ、その人が声をかけてくれて、まあ、具体的な目標を掲げてくれているっていうのはすごくもこうチームの、意識だったりというのは動きやすいなと思います。自分としては前半区間の方が走りやすいですし、まあ、せっかく1、2区を経験させてもらっているので、その経験を生かせるのは同じ区間を走ったりとか、まあ前半区間で同じようなこうシチュエーションになるところを走るのがすごくいいかなと思うんですけど、まあ、状況によれば、まあ、3大駅伝あるので、その3つの中でどれかこう挑戦するっていうのもあるかもしれないですし、まあ、それはまだまだ。昨年に引き続き区間賞を、取ってチームに貢献し、順天堂大学は3冠を目指して頑張りたいと思います。タレと肉が麺に絡まってすごい美味しいです。仲がいいチームっていうのも大切なんですけど、それに加えて、まあ、厳しさもあるようなチーム作りをしたいなと思っていて、まあ、現状としては、まあ、学年関係なく、まあ、みんながしっかりコミュニケーションを取りながら、こう、まあ、仲のいいチームっていうのはできていると思うんですけど、まあ、その反面、まあ、厳しさっていうのは少し足りない部分があって、まあ、この夏でしっかりとその厳しさっていうところも身につけて、チームとして成長したいなとは思ってます。まずは、まあ、ベースの走行距離っていうところを増やしていくことを目標にしてて、1週間で200以上はまあ最低限、まあ、プラスアルファで自分でポイント練習のプラスアルファをまあどんどんしていって、まずは土台をしっかりと作って、だんだんと駅伝シーズンに向けて質も高めた練習をしていきたいなというふうに思ってます。そうですね、まあ、全日本であれば7区8区の後半区間、まあ、ロング区間で知りたいなというふうに思ってて、箱根駅伝であれば、まあ、自分は往路タイプではないと思って、まあ、袋の、まあ、大事なところ7、90あたりを、まあ、走れるように、まあわよくば10を走れればいいかなと思ってます、うん、ゴールテープあんまり切ったことないんで行ってみたいなとは思ってます。やっぱり目指すところは、まあ、しっかりと優勝というところは目指していきたいので、まあ、そこの三冠というところはまあぶらさずにいきたいなとは思うんですけど、まあ、僕たちのこの4年生が走れないと、まあ、やっぱり駅伝三冠というのはできないと思っているので、まあ、そこはまあやっぱ4年生一致団結して、こうチームを底上げもして、まあ、三冠取るようなチームを作りたいなと思います。確かに戦力は、ある程度整ってはいるのかなと思いますし、まあ、どの駅伝が一番狙いやすいかっていうのも、まあ、この夏次第かなっていうところはありますが、まあ、正直やっぱり最後の箱根の部分でどういう、結果を出せるかっていうところなので、まあ、私自身その、まあ、学生たちは3冠とは言ってますけど、しっかり一つ一つの駅伝を、まあ、
こなして最終的なところにつながっていけばいいのかなというふうには思っています。そうですね、やっぱり発言も、結構厳しめの、ところでもう明確な、目標も言葉にしてますので、チームの雰囲気というのはその個々がやらなきゃいけないことをしっかり、課題を持って、取り組めるチームになってるんじゃないかなと思います。ここ最近全日本のこう前半での戦い方というか、前半は割と上位に入れるような戦いが、できて、後半になるにつれてこう私立ボームになっちゃってるので、まあ、それを今年は何とかこう前半重視というよりも、後半でちゃんと戦えるような、布陣を組めれば、それも結果的には箱根駅伝につながると思うので、今までこう前半、割と前半重視を意識してたのを少しこう変えていきたいなというふうに思っています。まあやっぱり1区任せれる選手ってそんな多くないと思いますが、うん、まあ別の選手が出てきてもらえれば彼らは別の回に回せますので、若い選手から、そこを狙うような、学生が出てきてほしいなと思っています。経験者が、もうずっと活躍してきている中で、この1、2年生が、まあまだ長い距離で安心感があるというふうなところではないですけど、着実に力をつけてきてますので、この秋 1,2 年生でブレイクしてくれる選手が出てきてくれたら嬉しいなと思います。やっぱり戦っていく中では常に3倍内に入っておかないといけないのかなと思ってますので、そのあたりの重要を意識しながらやっていきたいなと思います。